ウェストラリアとは、オーストラリア海軍の給油艦である。この名を関する艦としては2代目に相当する。オーストラリア海軍収益以前は、イギリス海軍補助艦隊にて、リーフ型給油艦、アップルリーフとして運用されていた。この名を関する艦としては3代目に相当する。本船は、もともとは、ジョン・ハドソン燃料会運株式会社が2000万ポンドで、 キャメルレアードに発注した4隻のスタット32型タンカーのうちの1隻である。本船は姉妹船3隻とともにキャメルレアードのバーケンヘッド造船所にて建造され、1975年7月25日の浸水式においてハドソンキャバリエと命名された。しかし、後の1976年に発注元のジョン・ハドソン社が、 スタッ三32型4隻の受領を事実上拒否したため、本船を含む4隻は、新たな売却、要船先が見つかるまでの間、ワーケンヘッド造船所に、係留されることとなる。1978年10月27日、イギリス国防省は、本船ハドソンキャバリエと姉妹船ハドソンディープの、チャーターを、発表本船は、給油管に必要な洋上補給用の設備などを、 設置する改装を受けた後、1979年6月8日付で、正式にイギリス国防省にチャーターされアップルリーフと改名し、収益、同年9月付で10年間のチャーター契約が結ばれた。イギリス海軍補助艦隊に配属されたアップルリーフは、1982年4月からのフォークランド紛争においても、フォークランド諸島奪還のために編成された。 機動部隊に編入され、機動部隊官邸への燃料補給を担当した。1989年9月24日、イギリス国防省との10年チャーター契約が切れた当日、オーストラリア海軍は、パースの同村インダストリーズの管理下で、アップルリーフを3000万オーストラリアドルでチャーターした。アップルリーフは、オーストラリア海軍に5年契約でリースされ、リース期間終了後は、 オーストラリア海軍に買い取られる契約がオーストラリア政府とイギリス政府との間で交わされ、1989年9月10日付でオーストラリア海軍に収益し、ウェストラリアと改名された。ウェストラリアはオーストラリア海軍収益後、スターリング海軍基地を母校とした。1990年10月から湾岸危機におけるペルシャ湾への派遣に備えて、 RBS70MANPADS や50後継ブローニングへ機関銃の追加装備、上部構造物後端部へのバートレップ用ヘリポートの追加などの回収を受けた。1991年1月2日にダマスク作戦参加のためにペルシャ湾へ向けて出港し、同月26日に作戦海域に到着、6月9日に 母港のスターリング海軍基地へ帰還するまでの間に多国籍軍に参加したアメリカ合衆国、イギリス、アルゼンチン、ベルギー、カナダ、デンマーク、フランス、イタリア、スペイン、ノルウェーの艦艇に合計90回にわたる洋上補給を実施した。1998年5月5日、ウェストラリアがスターリング海軍基地を出港した直後、ロットネスト島沖合にて、 主機関室より出火。火災は沈下に成功したものの乗組員4名が死亡した。スターリング海軍基地へ帰還した後、パースのブラウンルートエンジニアリング対リミテッドへ開港され、830万オーストラリアドルの費用と約18ヶ月の時間を費やして修理が行われ、1999年11月22日に艦隊へ復帰した。 2006年9月16日付でオーストラリア海軍を退役し、同日付で後継艦の HMAS シリウスが収益した。2010年1月16日にトルコに到着し、船舶解体の準備開始。ありがとうございます。